ということで今回もやっていきたいと思います。はい、スタート。クレヨンしんちゃんお手伝い大作戦ってことで、今回はどうしようかな。書き初めをしていこう。お正月やね、お正月。書き初めするぞ。スタート。でもお正月に書き初め、小学校ぐらいかな、しよったの。父ちゃんどうしたの？掛け軸を新しくしようと思ったんだが、いい言葉が浮かばないんだ。え、毎年掛け軸自分で作るよ。もう、オラの芸術センスに任せなさい。おーしんのすけ、やってみろ。ご褒美ちょうだいね。え、ご褒美がいるの。はーい。ん？何？あ、こう。これは、ちょ待って。これ結構かかるやつもしかして。だってあの濃いところまでいかんといかんってことやる多分。はっ。でないこれないこれないこれ。はい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 。あ、スピードが上がった。なるほどね。すごいね、もうなんか普通に牧場でやろうや。チューって出したいことない、液体のやつ。まあ、でも両方使いよってけど。お、いった。はい、じゃあ。さーってやってみますか。そのまんまの服で大丈夫？てか、ひまわりが心配なんですけど。お、なに？点々。そういうこと？なんて書くつもりなの？お、なんかちょっといい感じの味が出てるやん。はい。え、焼く？なぜ？てか、しんちゃん字うまくね？ 5 歳児よね。え、5歳児ですよね。字うまくね？いや、うますぎやろ。何これ焼肉じゃね？え、これ確実に焼き、ちょっと待って、早く。焼肉ですよね、おっ。は？焼肉って掛け軸に書いてどうすんの？ほら、5歳児の字じゃないやん、し。輝いてる。書けたぞ。いいの字これで。ほら、自分の才能が怖い。字の上手さっていう点ではあれやけど、なんか違うわね。違うんかーい。違うんかーい。はい、それじゃあ白のお散歩行こう。白のお散歩だぞ。みんなもついてくるの？しんちゃん、白のお散歩行きなさいよ。困ったもんですね。今白お腹痛いって。そんなわけないでしょ。そんなわけなくはないと思うけど。じゃあ気をつけていってらっしゃい。白の気持ちとかわからんけんね。お、おしっことうんち片付けるのよ。ふんふんふん。しんちゃんを動かそう。そんな一歩ずつな感じ。おしっこ。マサオくんおるよ、マサオくん。見て見て。何やってんの？何やってんの？え、なんか猫おるけど。あ、この先には進めない感じですか？あっち行ってあっち。あっち行きなよ。猫が通り過ぎるまで待たんといかんのかな。はい、行こう。要はこれが白のマーキング地点ってことやろ。ねえねえ、お姉さん。何絡んでんだ。こっちじゃない。ちょ待って、もう一度マサオくんの見て見て。
もう一度マサオくんにちょっかいをかけて、で、その後なんかブルドッグがおるけん、ブルドッグは避け、お、女の人たちおらんくなった。え、おらんくなった。はい、これで、こっちに行きます。お、ちゃんと処理しよるね、しんちゃん、えらい。何を言ってるんだ。お、道路に出たけど。ここは歩道ってことよね。とりあえず、青信号になったら行こう。おー、めっちゃ車が通る。お、青になるね。はい、青になりました。横断歩道を渡って、ぼーちゃんに、ちょっかいをかけて、おしっこと。こっちかな？いや、いけんね。ということは、こっち側に行くのか。結構散歩、遠くに行くんやね。ん？ここじゃない？風間くん。で、とりあえず、そこの奥に。でもなんか処理しても、公園内でトイレさせるのちょっとあれやな。いや、うんこなら拾っていけるけんあれないけど、おしっこって微妙じゃない？そんなことないんかな。ん？あれはどうやって行くんだ？ん？行けなくないっすか？ここ通れるとか。いや、通れないっすね。え？待って。どうやって行くのあれ。ここも別に入れんし。え？通れないでしょ？この後ろとかも別に。え？通れないですけど。これはぼ、耳に息吹きかけるの好きやね、風間くんの。こっから入れるんかな？やめません。あ、入れた。で、ここにもおしっこして、ん？あ、うんちポイント、そこに。うんちポイントはどこだって言われてもね。何？お花くれるのありがとう。なぜかは知らんけど。はい、渡っていって。さっきまで別にうんちポイントなかったよね。通り過ぎたとかいうわけじゃなく。よいしょー。ちょっと回り道にはなるけれど。あれ？うんちができないんですけど。邪魔だな。ちょっと待って。ブルドッグはこっち側に来るのを待たんといかんかったってことか。おっと。ま、でもこれですっきりやろ。おしっこの割合めっちゃ高いね。お手伝い完了。いい感じ。これ往復で考えたら結構時間かかる。ほい、それじゃあ、餅つきするぞ。スタートー。お餅つきも幼稚園ぐらいからやったの。みんな冬のお楽しみイベントといえば？うちはハワイ旅行かな。かわいくない。そう、餅つき大会ですね。言ってねー。手伝ってくれた人はお餅サービスです。おー、やるやるー。私は餅巻きがすごい好きなんだけど、楽しくない？小学校でやった。あ、待って。はい。返す。はい。ほい。はい。ちゃんと返せてる？叩いてしかなくない？はい。なんかすごい一瞬しか触らんよね、ねねちゃん。まあ、でも危ないけん、そんなもんでいいかな。もうちょっと強め。なんか変わるよ。
かしら下のメーターとか変わってない気のせいかな。あ、ちょっと速くなってきた。なるほど、スピードが上がりよんか。は。ねねちゃん大丈夫か。男の子の方がいいんじゃん。おっと、なんかちぎれそう。ねねちゃん全然返せてないよ。返せた返せた。下のメーター引きちぎれそうなんやけど。あれ、返す押せてなくない？あ、いけた？おいしそう！いいね、いいね。私このついたお餅をさ、こう、一個ずつぐらいにちぎって、で、粉つけてさ、コロコロ好きの、するの好きなんやけど。ねねはあんこがいいわ。醤油。迷うなぁ。みんな3つ選んでいいですよ。なるほど。ん？これは？あんこ。ん？どうやってやるの？あんこ。あんこ。もう一個何やった？君。きなこ？なんかちょっと1個違くない？あー、なるほど、そういうことか。あんこ、あんこ。あれ？あ、これで OK か。なるほどね。きなこ。これ何？はい。ずんだ的なやつ？ちょっとよくわからんけど。これとこれと、あれ、あと一個のやつ、あんこか。ねねちゃん、あんこがいいって言ったもんね。うん、全部あんこじゃないんや。はい。この三つの組み合わせ人気じゃない。出来上がり。私は圧倒的にお醤油がいいです。あんこ中に入っとるやつやったら、まあ、いけなくもないけど。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。いや、なんかいいね。もうすでに年末感。